鳥取県との県境、標高およそ850メートルの山あいにある岩井滝です。小宝や健康に恵まれるとして、古くから地元の人が信仰し、毎年7月10日に祭りが開かれていて、今年は4年ぶりの開催です。滝は高さおよそ10メートル、幅およそ6メートルで、祭りでは山伏姿の修験者が4つの方角に弓矢を放ったり、護摩供養が行われるなど、参列者の無病息災や観光シーズンの安全などを祈願しました。涼しくて気持ちいいですよね。普段のそのストレスとか、やっぱりそういうのを緩和されるなって、癒しになります、本当に。豊かな自然が残り、滝の裏から眺めることができる岩井滝。県北の避暑地として、これから大勢の人でにぎわいます。